もうあと一晩です。夜を徹して奇跡を受けたポイントの克服に取り組むニッキーさん、この頑張りこそが彼女の心情。卒業式まで残すところあと4日、課題を決めた師匠。これは北海道印象を取った作品なんですけどね、この作品と同じような商品ができた。